ノスタルジックにデイズや付ク1964本台数600のオークション結果を紹介。1964本台数600の概要、自動車イベント、ノスタルジックにデイズとコレクションカーオークションのコラボレーションにより、オークションが開催された。コレクションカーオークションは、希少価値の高い車に特化したオークションハウスの BH オークションとネットオークションの ヤフオクが協力して昨年6月から開かれている2022年2月27日に判明したオークションの結果を紹介1964本台数600スタート価格3909,091円税込み430万円最終結果落札ならず入札数 例、1964ホンダ S600 の詳細。この個体は S600 をボディ、ラダーフレームともにリビルドを施し、現代に艶やかに蘇らせた一台。フロの部分には、時の流れを多少感じさせるが、状態は、至って良好。正気味よく高回転まで回る DOHC4。気筒エンジンの快音は、世界に誇るエンジンメーカーへと成長していく。 ホンダの自信と情熱を感じさせる。内装の内張り、シートは赤色の布地で、張り替えが行われ、ダークブルーの外装とのコントラストが美しい仕上がりとなっている。ステアリング、シフトレバーなどはオリジナル。さらには当時もののラジアルタイヤを備えている。点においても、本個体の希少価値を上げている。 ホンダの記念すべき量販車最初のモデルであり、その性能の高さで世界を席巻した S500。その発売から翌年の1964年に、同社はすぐさまアップデートに取りかかる。そうして生まれたこの S600 は、先代の高性能差により磨きをかけ、 ホンダの名を四輪の世界にも広くとどろかせることとなった。最大の変更点はエンジンだ。先代が抱えていた低回転域のトルク不足を解消するため、排気量を 606cc へとボアアップ。これにより最高出力 57PS を発揮し、リッターあたりの馬力は驚異の 94PS をマークした。 最高速度は 145km に達し、その記録は倍の排気量のスポーツカーに匹敵するスピードだったという、そして当時の流行を的確に捉えた美しいボディデザインも無論、この車が名車と呼ばれる要因となったロングノーズ、ショートデッキという典型的なスポーツカーのスタイルを取りながら、わずか 695kg の車両重量から来る、 リニアな乗り味は、その魅力的なルックスと同時に、乗り手に自動車を運転する楽しさを提供したのである。